ほら、人生で何度かは山の頂上で叫ばなきゃ、でしょ？人によるんじゃないか。私はそう思わない。ストレスを発散するために無償に何かしたくなることってないの？いや、私は大丈夫だ。万が一ストレスが溜まったら狩りに行けばいい。ひひ、お前狩りに行ったりするんだな。確かにいい方法っぽいぞ。何を狩るかは気分次第だがな。え？うん。ところで、あんたたちも叫んでみない？内容は何でも OK。適当で大丈夫。ストレス発散になるから。おいらは別に毎日食べ物にも寝るところにも困ってないし、発散するようなストレスがないぞ。それって恥ずかしいから理由を作って逃げようとしてるだけじゃない？ねえ、どうしたらここで叫んでくれるの？そうまでして聞きたいのか？だって気になるじゃない。なんだかヤバそうな言葉を叫びそうだし。いや、やはりやめておこう。言葉にするより私は直接手を下す方が好きだからな。